アメリカナマズは、上吉なナマズ目アメリカナマズカイクタルルス属に分類される魚類。正式名称は、チャネルキャットフィッシュ。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ北部。アメリカ合衆国国内にも広く輸入されている。国外では、キプロス、スペイン、チェコ、マレーシア、ルーマニアなどに輸入されている。日本では2012年現在で、霞ヶ浦。 北浦、利根川水系を中心に分布を拡大しているとされ、阿武熊川、水系、宮川水系、八幡川水系でも生息が確認されている。中川水系の日沼や、琵琶湖及び、下流の瀬田川でも、捕獲例がある。日本には1971年に、食用目的で移入され、1981年、霞ヶ浦にも導入されて定着し、 1982年には、江戸川の自然水域での増殖が確認され、あと、曽根川水域を中心に分布を拡大した。1994年以降に、個体数が激増している。矢作川、庄内川など。東部体長57センチメートル。最大全長132センチメートル。種商名プンクタトゥスは、反転のあるのい。口ひげは8本。 ヒレには鋭いトゲがある魚類、ヘビ類、カエル類、昆虫、巻貝、水生植物、藻類などを食べ、鳥類を食べることもある。移入先である、北浦沿岸部で2013年に捕獲された個体の、胃の内容物調査では、クルメサヨリヒポラムフォスインテルメディウスタモロコヌマチチブ、バラタナゴブルーギルモツゴアカサギといった小型魚類、コイヤ、 白蓮などの大型魚類の断片、アメリカザリガニイサザーミテナガエビマクロブラケウム、ニッポネンセニホンドロソコエビなどの甲殻類、小型シマトビケラチュマトサイキーブレベリーニエーテヤガカンボ、類、ミズアブ類、ユスリカ類の幼虫といった、水生昆虫、甲虫類、半種類、直種類、膜種類などの陸性昆虫、貝類、アシなどの陸性植物、藻類などが報告されている。 この沿岸部での内容物調査では、足の根や器、足に付着する、ゆすり軽いの幼虫、足原で多く見られる沼秩父やモツゴテ長エビの比率が大きかった。北浦沿岸部では、夜間は五岸部よりも足原で多く捕獲されるとする、報告例もある。これらの報告例から、北浦沿岸部では、 水深30センチメートルほどの環境を含む足腹に多く生息するか、夜間に足腹内で採食を行っていることが示唆されている。それらの違いなども積極的に見つけ出して接触対象とする。こういった食生の幅広さから、ブラックバス、マナマズ、ライギョといった捕食性肉食魚にも増して非常に貪欲であり、 釣り絵として付けられた石鹸に食いつくこともあることが知られている。身は食用にされる。またルアー釣りの対象魚としても知られる。魚粉として肉骨粉の代わりに畜産飼料や魚類の養殖飼料や有機肥料として利用される。外来玉女の取り組みとして地産地商品として有効利用されている。なお、日本では水産庁の 魚介類の名称のガイドラインについてによって消費者に分類学上無関係であるにもかかわらず、高級魚類の類演種であるような誤認を防ぐため、アメリカナマズについて、清水台や川フグの名称を使用しないことと定められている。養殖地や釣り場から逃げ出すなどして野外に定着したと考えられている。アメリカでも在来の魚類に悪影響を与えている。 ドイツやニュージーランドでは本種の持ち込みが禁止されている。ありがとうございます。